これはね、けどもう10年ぐらい前のやつ でバンドしばらくやめてたんだけど、そのゴリラビスケッツっていうバンドが来日した時に再結成してやった時の写真ですね。この時多分10年ぶりぐらいに叩いたんだけど、まあそこそこプレイできました。 Do you still play? Just カラオケ。結構ね、音楽性が激しいからお客さんもすごい盛り上がるんですよ。でそういう中にこうステージからダイブしたりするのもよくやってました。だパンクとかハードコアミュージックだったんで、これはライブが終演後に僕がドラムのところからこう走っていってバーンって飛んだシーンです。まあその皆さんのあらゆる人の体型に合った服を提供したいというのがあったので、まずはその皆さんの体型を把握しないと服も作れないので、正確にあらゆる人のメジャーメントをする必要があったんですね。でいろんな方法がある中で我々が選んだのは ZOZO スーツという黒い上下のスーツ、あのボディースーツを着てもらって、でそのボディースーツにたくさんのこのドットがついてるんですけど、それをスマホのカメラで読んでメジャーメントするっていう技術を採用しました。まあ、全部自分たちで自社開発で作ったんですけど、 ZOZO のロゴは丸と三角と四角の4つの図形からできていて、でその丸と三角四角全部がそれぞれ違う形と違う色を持ってるんだけれども、そのサーフェイスエリアの面積が全部一緒なんですよ。で我々のブランドのテーマが Be Unique, Be Equal ってことで、まあ、人もそうだと思うんですけど、みんな姿形も違うし、国も違うし、髪の色も違うし、性別も違うけど、どこか必ず同じとこがあるじゃないっていう、そういうことを言っている Be Unique, Be Equal というテーマに沿ったロゴなんです。これは最初そのイーロンの周りの社長室の皆さんとか秘書の方々にお願いしても絶対無理だから、そんなリクエストしないでくれって言われてたんだけど、イーロンがこう来て、あの会った時に僕から直接イーロンに肩車してよって言ったら、おお、いいですよって言って気軽にこう応じてくれました。なんかまあイーロンの作ったロケットに僕が乗るんで、君のことを信頼してるから君の肩にも乗らせてよっていう、そういうのとかけてやったんですけど、あの思ったより大きかったですね。まず見た目がすごい大きかったっていうのと、あと結構物静かな感じですね。で彼はもともとエンジニアなので、結構物静かなエンジニアの人なんだなっていう気がしました。その発言とかいつもアグレッシブで、すごいあのガンガンこう前に来るような人なのかなと思ったけど、意外とあの静かな感じの人でした。けどすごいいつも何かを考えてそう。まあそのチャレンジするっていうことだったり、夢を持ち続けるっていうことだったりっていうのは、別に月行く以外でも皆さんが普段の生活でもできることだと思っていて、そういう皆さんのなんか勇気につながるあのプロジェクトになればいいなと思いますね。であとはその僕の夢は世界平和なので、皆さんが少しでもいいから世界が平和になるためにはどうしたらいいんだろうっていう、このきっかけになったらいいなと思います。